はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで R&H さんから、はい、セレクトユーロ3パックですね。はい、じゃあ一つ一つね開けていきます。よいしょ。はい、お、いきなり3兆、ベースでもねですね。はい、エバペね、エバペだね3兆ね。あとまあフェリックスさんはちょっと怪我勝ちっていうねあれがありますけどね、人気はありますよね。サウル、はい、ロザロさんね、オーストリアね。この下インサートだな、誰だろう、チェコの方、若そうですね。パトリックさん、うん、かっこいいですね。タッパーありそうですね、結構。はい、チェコの国旗かっこいいよねこれね。はい、あとはバーナード・シューバさん、ポルトガル、10番つけてるんですね。はい、1パック目、サンチョベース出て、インサートという感じでした。はい、まずイタリアね。でトルコのルーキーカラマンさん、レバンドフ、あ、デコイでした。はい、でこの下、ん、パープルだ、せーの、誰だ、トルコの選手だ、パープルですね。あ、でも10番だ。はい、33-79、ハカンさん、10番なんですね。彼がポイントゲッターの方、どうですかね、司令塔の方なのかな。まあでも10ですからね。はい、トルコリーグにいいのかな、ヨーロッパにいいのかな、ちょっと分かりませんが、2019年10ゴールナショナルチームで挙げてると。ほう、アルバニアでは2ゴール、アルバニア戦ではっていうね。はい、ドイツのジュリアンズ。はい、1パック目がインサート、2パック目がパープル、ポグバ、あ、チェコの選手かね。こっちね、さっき、あ、ルーキーなんだ、へえ、はいね、同じ選手、ルーキーですね、若いんでしょうね。ハイナンバーだ、これはロシア、はい、ジョルジーさん、これも RC です。でその下赤、せーの、あ、ハリーマグワイヤさん、165-87、ディフェンダーなんですね、赤。はい、でルーキーですね、スイス。はい、ということで、インサート、パープル、赤という感じです。インサートもね、同じルーキー選手ね、チェコの選手ということで。はい、じゃあ、また一応ね、今日早めに、今日発送しないといけない PB があったもんで、早めにやってます。今ね2時19分で、他のあと2件ぐらいあるんで、まあ、3時前ぐらいにアップできると思います。で発送は、山本さんが5時半から6時ぐらいの間に取りに来るんで、もしその間で、もし追加等ございましたら教えてください。一応梱包して発送する用意はしておきます。もし同梱包とか、明日また PB お願いしたいなと思ったら言っていただければ、発送止めますんで。はい、じゃあまたね、よろしくお願いします。ありがとうございました。